これまで子ども子育て大事だということでいろんな政策は行われてきましたが、単に金額を増やすだけとか、単にサービスより中身を良くするとか、それだけではなかなか子ども子育て政策皆さんの心に届かないのではないか、この企業や社会の雰囲気を作っていく、こんなことも大事なのではないか、こんな問題意識を持っています。残業しない日を作ろうとかそういったことはやっていただいているんですけれども、なかなかこう責任ある仕事が増えてくるとちょっと帰りにくいとか、あまり男性で、こういう取るのはそんなに周りではいなかったんですけど、職場の方はまず温かく認めてくださいました。この問題はみんなの問題だという意識を変えていく、こうしたことをやった上で、個々の政策、このお金の問題等も充実させていくなどしていかないと、ここで私たちのような作業や働き方っていうこの狭さというのはですね、すごくここでも充実する。で、うちの子たちはやっぱり依存先が多くないと私から自立していくことはできない。やはりその中でやっぱり地域の雰囲気っていうのも大事なんだと思いますので、その点もよく、この国においてもあと一つポイントとして、よく考えていきたいと思います。もうちょっと助けてほしいんだけどっていうところが、もう近所とか地域の人たちが助けてくれるっていうのはすごくありがたくて、息子たちや孫と一緒に、生活していて、思うことはお互いの生活を支え合っているというふうに感じております。近所のスーパーに行った時にお店の方や買い物に来ている方が気軽に話しかけてくださったりですとか、一つ一つの皆さんの声をしっかりと受け止めさせていただいて、全体として体系的な政策をどうやって作っていくのか、そういったことがこれからやっていかなければいけない課題かなということを感じていました。ありがとうございました。ありがとうございました。